藤谷蓮次郎です。記憶旅行と題しました当チャンネルご覧いただいてありがとうございます。今日も私の大好きなアーティストの1曲ご紹介いたしますので、最後までゆったりした気持ちでお付き合いいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。その上でですね、そのアーティスト私も好きだよとか、その曲いいなと僕も思うよという方はぜひともチャンネル登録といいねの方よろしくお願いいたします。私にとって励みになりますのでお願いいたします。それでは参ります。今日の企画はライブマントークです。五郎院日生シアター1977野口五郎日生劇場特別リサイタルの録音版を使っておりますが、その1977年版の方ですね、1977年4月の公演ですが、こちらの録音版 CD でいうと2枚組の2枚目のいよいよ最後の方に近づいてまいりました。ラスト前の1曲です。次回でラストになりますが、その曲はこちらになります。歌がある限り、アンコールの3曲目になるのかな、歌がある限り、詩が山上道夫さん、曲と編曲が庄司治さん、五郎ファンの方々は庄司治先生とか庄司先生とおっしゃるようなんで、私もついつい庄司先生とつられて言ってしまうこともありますが、先生とつけたから悪いという話ではないんですが、歌がある限りはこの前のマイウェイから内容的にはかなり同じようなというか、同じ人生と歌を結びつける、たとえ涙が溢れる日があっても歌がある限り自分は生きてられる、歌があるから生きてられるんだという、歌うことイコール人生になっている人の決意、あるいはその歌があることで励まされる自分自身の思いというのを、非常にこう前向きな形で、しかもですね、スピーディーにというんではなくてゆったり聴かせる形で歌われている曲です。内容的には本当にマイウェイとかなり近い内容だと思うんですが、マイウェイで少しね、五郎さんなりにエモーショナルな感情の揺れっていうのを感じさせますが、こちら演出というのかな、おそらく本当にエモーショナルに、感極まって涙ぐんでるように聞こえますが、それ以外の音源でも聞いたことがあるんですが、もしあれ演出だとしたら少し過剰な感じの表現になってるかなと思うくらいなんですけれども、結構はっきり涙ぐんでる、もしくは涙を含んで歌ってるってことがよくわかる表現になっています。で、感想の部分で会場に来てくれてる方々への感謝の言葉も入ります。喋りも入っていきますが、その喋りの感じも含めて非常にこう感激をしている自分を率直に伝えているように私には思います。曲としてはとはいえですね、さすが野口五郎というのはどん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 サビのところとか上に上がっていくんですね、音が。で、音が聞こえるというか、最後の最後まで相当高い音程になっているはずなんですが、それもきっちり聞こえてきます。高いところでうっすらとなんだけれども、わあ歌ってるな五郎さん、やっぱ歌うまいなと思わせるようなボーカルがぐーっと響いてきます。ここに至るまで、1977年のバージョンの方はですね、おそらく、日生劇場での何日間ものくくりでのリサイタルは五郎さん初めてだったのか、これが1回目だったのかなと思うんですが、1978年版の方でも、最後の方ぐっとこうエモーショナルに感情的なものが出てきたりしてましたが、こちらの方がよりなんか変な言い方ですけど純度が高く、歌のうまさ、そして歌は歌い切らなきゃっていう部分と、今ここにいる自分に対する自分のことを励ましてくれてるファンの方への感謝や、バックのメンバーたちに対しての思いもあるんでしょうね。そういう感激を込めてボーカリスト、大変歌のうまい青年歌手野口五郎さんのアイデンティティがぶつかって、その曲をぐーっと前に進めてる気がします。で、そうなってもいいのは歌がもともとそういう歌であるので、泣きたい、涙が溢れても歌ってられる、生きてられるのは歌がある、涙が溢れても生きてられるのは歌があるからなんだという、歌って生きていくんだ自分はという
信念みたいなものを込めて歌っているから、そこが感激として伝わってくるいい曲になっていると思います。ただこれでそろそろ終わりかなと思うと、やっぱりちょっと寂しさをよぎってくるところはあるんですが、歌がある限り、ここでのバージョンというのはやっぱり特別な意味があるような気がいたします。山上さん、庄司さんの両先生はですね、その辺の演出を引き立てながらこのステージを最後に導いていくというところかなと。ラストの曲は、次回のラストの曲は78年でも歌われてましたあの曲です。お別れというよりもまたお会いしましょうというような内容の曲になります。今日は野口五郎さんの五郎院二世シアター1977から、もう本当のラストの前の曲です、歌がある限りご紹介いたしました。次回でラストになりますが、次回もぜひご覧いただけますようにお願いいたします。最後までご覧いただいてありがとうございました。できましたらチャンネル登録といいねの方もお願いいたします。それでは失礼します。